はい、どうもこんにちは。今回はですね、 iPhone 15 Pro、 15 Pro Max、 iPhone 15、 15 Plus、 それぞれ4製品が2023年9月新製品 iPhone として発表されたわけなんですけども、この動画を見に来ていただいているということは、どっちの iPhone にしようかな、ようわからんなみたいな人たちばっかりだと思います。そうじゃない人もありがとうございます。ということで、今回の動画は iPhone 15シリーズと15 Pro シリーズの違い、逆に同じところ、最後に価格情報という ABC パートに分けて詳細に解説させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速参りましょう。 A パート、 iPhone 15シリーズと15 Pro シリーズの違いをそれぞれご紹介していきたいと思います。その前にですね、今回登場した2種類4機種の iPhone 15シリーズなんですけども、それぞれの機種において 6.1 インチ、 6.7 インチの画面サイズ別の iPhone が登場しております。これらの機種、基本的にサイズに関わらない部分はほぼ同一スペックとなります。15シリーズはもう完全に大きさだけの違いなんですが、15 Pro シリーズに関してはちょっとカメラの部分が違ったりしますので、そういった違いがある場合は個別にご紹介できればと思います。それでは早速参りましょう。15シリーズと15 Pro シリーズの違い、一つ目がデザインについてです。はい、一目瞭然、見た目が結構違います。カラーリングも違いますし、カメラの個数だって違います。ちょっと素材感も違ったりっていうところでね、好みが分かれそうです。ということで、デザインもう少し深掘りしていきましょうか。 iPhone 15 Pro と15で素材が異なっていまして、15 Pro の方はこのフレームの部分がチタニウムに、背面パネルについてはすりガラスのようなね、テクスチャードマットガラスというものが引き続き採用となっております。質感が結構変わったわけですね。一方で iPhone 15 の方については、素材はアルミニウムということで、13や14などの旧作と同じ素材なわけなんですけども、背面についてはカラーインフューズドガラスっていうね、ちょっとイキった名前ですけど、平たく言えば色がついたガラスということでございます。一方でフロントの部分についてもですね、よく見ていただければ15 Pro の方がフレームがほんの少しここの部分ですね、薄くなっているのがお分かりかと思います。はい、続いていきましょう。15シリーズと15 Pro シリーズの違い、2つ目がサイズと重量についてです。15 Pro と15、同じ 6.1 インチの画面サイズなわけなんですけども、こうやって見比べてみるとちょっと違いますね。15 Pro の方が先ほどお伝えしたようにフレームがほんの少し狭くなってますので、寸法がそれぞれ異なってます。一方で重さに関しては、今回チタニウム素材に変わって軽量化されたんですけども、それでも iPhone 15 の方が軽いということでございます。また厚みに関してもね、 iPhone 15 の方が若干薄いということになります。 15 Pro Max と15 Plus、 同じ 6.7 インチ版においても同様の違いが見受けられます。で、画面インチ数に関しては、先ほどからお伝えしているように、15 Pro が 6.1 インチ、 15 Plus、 15 Pro Max が 6.7 インチということで、今までの登場している iPhone と変更はございません。手に持っているイメージ映像というのはこんな感じでございます。では続いて参りましょう。15シリーズと15 Pro シリーズの違い、3つ目がカラーバリエーションについてです。15シリーズの方は5色展開、15 Pro シリーズの方は4色展開ということで、カラーリングも全然違いますね。15の方がね、なんかちょっと淡い色味というかね、結構今回の色好きっていう人多いと思います。しかもね、ピンクとかも復活していて、黄色とかグリーンとかブルーとかね、系統がみんな違ってみんないいみたいな、そんな感じ。ただですね、ちょっと意外だったのが、この中からホワイト系の色が今回ないんですよね。ホワイト系選ぶんだったら15 Pro の方のこっち選ばないといけないので、ホワイトが良かったっていう人はちょっと悩むことになるかもしれません。でね、私のコミュニティの方でちょっと投票をしてまして、 iPhone 15シリーズどの色が気になりますかということで、一番多かった気になる色がブルーだったので、今回私 iPhone 15のブルー買ったんですけども、ピンクとブルーが15シリーズではなんか人気っぽいですね。一方15 Pro シリーズの方は、この上2つのこのカラーが、新色扱いということで、気になる人が多いみたいです。
はい、それでは続いていきましょう。15シリーズと15 Pro シリーズの違い、4つ目がミュートスイッチとアクションボタンについてです。 iPhone15 シリーズまでの製品についてはこんな感じでミュートスイッチがスライド式のボタンになってたわけなんですけども、今回の iPhone15 Pro シリーズにおいてはこちらアクションボタンというものに変更されていて、単押しで機能の確認、長押しで機能の発動といったことができるようになります。またこんな感じで集中モードだったりカメラだったり拡大鏡、ショートカットといった様々な機能をこのボタンに割り当て変更することが可能なので、まあ、常にミュートしてるという人にとっては、まあ、集中モードだったりカメラとかをね割り当てておけば一発でその機能を起動させることができるとという利点がございます。はい、続いていきましょう。 iPhone15 シリーズと15 Pro シリーズの違い、5つ目が USB Type-C がついたっていうお話でございます。この画像 Apple の公式ウェブサイトを引用してきてるわけなんですけども、みんな嬉しい USB-C、 新しく USB-C コネクタを搭載、これでケーブルだらけの毎日とはお別れです。もういろんな人がツッコミ入れてましたけども、いや今までこのケーブルだらけの生活を送らせてたのは誰ですか。みんな嬉しいって分かってるのにライトニングを搭載し続けてたおバカちゃんはどこの誰ですか。まあ、消費者をここまで煽り散らかす文章を書けるのかって感じなんですけども、まあ USB-C がついたということでね、まあ何はともあれ嬉しいお話でございます。なんですけども、15シリーズと15 Pro シリーズで差別化がされてますので注意が必要です。一番大きな違いは転送速度、USB3.2Gen2 っていう速度に対応してるのは15 Pro シリーズのみとなります。最大 10Gbps、1250MB 毎秒の速度で転送することができるようになってます。で、残念ながら15については15 Pro シリーズの20分の1の速度、 USB2.0 の速度しか引き続き出すことができませんので、 PC でバックアップを取ったりデータ転送をしているという人にとってはもう15 Pro シリーズを買うしかありません。でもこの転送速度の向上に伴ってですね、同じく15 Pro シリーズのみで外付けストレージへの録画が対応しております。 60fps のプロレゾ 4K ビデオというね、もうめちゃくちゃ大容量なファイルを外付けのストレージに直接記録できるようになるみたいです。こんな感じでですね、 USB-C においては機能差異というものがございますので、こんな感じで比較表を載せておきます。ただね、映像出力をするとかになってくると本体に付属のケーブルではなく別売りのケーブルが必要になったりということもありますので、まあ、ちょっと消費者への混乱っていうのは避けられないんじゃないかなと思います。はい、それでは続いてまいりましょう。15シリーズと15 Pro シリーズの違い、6つ目が常時表示プロモーションディスプレイについてです。プロモーションディスプレイというものについてはね、13 Pro から実は搭載されているものになるんですが、リフレッシュレート、まあ、画面の滑らかさといったものが 120Hz まで最大出せるようになっていて、まあ、画面のスクロールとか動きがほぼないときは 10Hz まで下げてバッテリーを節約するという、まあ、賢いディスプレイが搭載されています。15シリーズにおいては 60Hz のリフレッシュレートとなります。またですね、常時表示ディスプレイといったものについても14 Pro から搭載されているものになるんですが、画面をロックしても壁紙とか時計とか情報といったものを常に表示することが可能になっています。まあ、この機能を用いてね、 iOS17 では、まあ、置き時計みたいな感じで使える機能も出たりということで、まあ、常時表示っていうのも地味に便利だったりします。続いて参りましょう。15シリーズと15 Pro シリーズの違い、7つ目、カメラの倍率についてです。15 Pro シリーズにおいてですね、 iPhone15 Pro は3倍の望遠カメラ、 15 Pro Max は5倍の望遠カメラをそれぞれ搭載していて、より遠くまで撮影をしたいという人はプロシリーズ一択となります。でね、ちょっと細かい話なんだけども、14 Pro と15 Pro でね、これ超広角と望遠のカメラレンズがなんか入れ替わっちゃってるらしいです。でね、カメラのレンズは3つなんですけども、倍率設定はなんと4つ対応してます。どういうことかっていうと、メインカメラ最大 48MP で撮影できるんですが、この 48MP の写真をここ真ん中切り抜いて拡大してあげれば、実質まあ2倍ズームにできるわけですよね。まあ、それを使ってね、2倍ズームを実現したことで、カメラは3つなんだけども倍率は4つ設定することができるという機能がついてます。で、一方で iPhone15 シリーズの方はというと、超広角カメラと1倍のカメラは今までのモデルから変わらず搭載なんですが、新たに2倍、まあ、さっき説明したね、この
48メガピクセルを切り出して12メガピクセルの2倍で撮影するということに新たに対応したので、このミドルレンジの iPhone においても、まあ、実質望遠機能が使えるようになったということでございます。はい、で続いてなんですけども、 iPhone 15 Pro Max だけに装備されているカメラ装備っていうのがございまして、こちらは個別にご説明したいと思います。8番目の項目ですね。先ほど説明したように15 Pro Max においては5倍の望遠レンズが搭載されたということで、15 Pro とね、ここをちょっと差別化がされているポイントになります。最大7つの焦点距離からね、選択して写真を撮ることができるようになります。ちょっと焦点距離の話この後にしますので、ちょっと先進みましょう。この望遠レンズの中身についてなんですけども、15 Pro Max だけ5倍レンズになったというところで、ちょっと機構が変わってるんですね。でその中身っていうところが、このテトラプリズムデザインという、まあ、こういったデザインを採用していて、なんか光をね、こうやってパン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 ってなんか4回反射させることによって、5倍望遠を実現しているということらしいです。で、合わせまして 3D センサーシフト式手ブレ補正といった機能も搭載されていて、15 Pro の光学式よりもより手ブレに強くなっているというところもありますので、望遠機能をより多用したいという人は15 Pro Max しか選択肢がないということになります。ご注意ください。で続いて iPhone 15シリーズと15 Pro シリーズの違い、9つ目、カスタムできるデフォルトレンズについてお話しします。15 Pro シリーズにおいてはですね、24、28、35mm のこの3つの焦点距離からメインカメラだけで切り替えができる機能が搭載されました。でね、まあ、焦点距離って何かっていうところの補足簡単にしておくと、焦点距離が短い方が画角が広くて、焦点距離が長い方が画面がまあ拡大されたような絵になります。まあ、なのでね、24と35を比べると結構画角が違うと思うんですが、これをメインカメラ一つで切り替えできるようになっているみたいです。で、一方 iPhone 15シリーズどうなのかって言いますと、メインカメラについては 26mm で対応しているみたいなので、ちょうどこの子とここの間ぐらいの画角でね、メインの1倍写真は撮れるんじゃないかなと思います。まあ、その他、10番目の項目として15 Pro シリーズのみに搭載されたカメラ機能をご紹介しておきます。まずはナイトモードポートレート、読んで字のごとくナイトモードとポートレートを併用して撮影することができるので、まあ、暗い場所でも明るくてボケた感じの写真が撮れるようになります。でね、超広角カメラにおいてマクロ撮影も引き続き可能になっています。でマクロ撮影ができるっていうことに伴って、超広角カメラもねオートフォーカスに対応してますが、これ逆を言うと15シリーズにおいてはオートフォーカス、超広角カメラでは搭載されてませんのでご注意ください。またアップルプロローというカメラのレンズが見たまんまの情報を記録する、まあ、生データで記録する機能っていうのも搭載されていたり、またメインカメラについてはセンサーシフト式手ブレ補正第2世代のものが搭載されていたりします。15シリーズについてはこれらの機能は非搭載もしくは対応してないということになりますのでご注意ください。それ以外のカメラスペックについてはこんな感じで比較表を載せておきますので、一時停止してみてください。じゃあ続いていきましょう。15シリーズと15 Pro シリーズの違い、12番目、ビデオについてです。15 Pro シリーズのみで使える機能として、ログエンコーディングという、まあ、映像の、ね、色彩情報をより多く記録しておくことによって、まあ、後から編集でね、明るさとか色の階調とかを細かく調整できたり、あとは ACES っていう世界的な色彩基準に基づいた映像を撮影できるというところが、まあ、プロらしい機能というところになります。で、ログエンコーディングとロー撮影の違いっていうところについても、調べてみましたので、こんな感じで載せておきます。で、プロシリーズのみ、プロレゾという形式に対応してます。低圧縮で動画を撮影するフォーマットなんですけども、より画質をきれいに保って、まあ、編集時もね、圧縮が少ない分、まあ、処理が負担少ないというところで、プロ向けのファイル形式で録画することも可能だったりするんですが、ファイルサイズめっちゃでかいんですよね、こいつ。なんですけども、プロではね、外付けストレージの接続に対応してますので、4K60fps のプロレゾ撮影というのも可能になったみたいです。また空間ビデオ撮影というね、まあ、3D ビデオを撮影して、それを Apple Vision Pro というね、水中メガネみたいなやつで見れる機能というのも年内にアップデートで追加されるらしいんですが、これも15 Pro シリーズのみにしか搭載がございません。それ以外のビデオスペックについてはこんな感じで一覧載せておきます。であとですね、フロントカメラのスペックについて14番目の項目としてまとめてますが、で先ほど説明したプロにしか搭載されてないログ撮影とか、
プロレゾとかそういった機能についてもフロントカメラで対応しておりますので、まあ、最新のカメラ機能を使ってみたいという人はプロシリーズ一択となります。続いていきましょう。15シリーズと15プロシリーズの違い、15番目、チップ処理性能についてです。 iPhone15 については A16 バイオニックチップというチップが搭載されています。一方 iPhone15 プロシリーズは A17 プロチップとなっていて、グラフィックの演算を司る GPU はコア数が1個増えております。それ以外にもですね、17 Pro の方が 10% 早かったりとかね、グラフィックも 20% ぐらい上だったりと、性能差といったものが見られます。また、レイトレーシングといったものにも対応しているので、まあ、ゲームをゴリゴリやりたいという人にとっては、プロシリーズの方が性能をより発揮できるんじゃないかなと思います。なおですね、A16 バイオニックチップなんですけども、iPhone 14 Pro で搭載されていたチップとなります。でさっき USB-C のところでね、15シリーズは USB2.0 しか対応してないって話しましたが、このチップが USB3 に対応してないから USB2 止まりというお話みたいです。ではお次、15シリーズと15プロシリーズの違い、16番目がバッテリー性能についてです。充電速度については 6.1 インチモデルはどっちも30分で 50% まで USB-PD を使って充電できますが、 6.7 インチモデルについては35分で 50% まで充電することが可能になっています。ビデオとかオーディオ再生のそれぞれの再生可能時間というところについては、常時表示ディスプレイが搭載されてるされてないとか、電力効率とかそういった背景から、まあ、ちょっとねオーディオはこっちの方が長いけども、画面をつけて再生してる系の項目はプロの方がいいとか、まあ、そういった細かい差っていうのはございますが、まあ、正直もうどっちもそんな変わんねえんじゃないかなとは思います。では次行きましょう。15シリーズと15プロシリーズの違い、17番目、ワイヤレス機能についてです。まずはスレッドネットワークテクノロジーというものが15プロシリーズのみに搭載となっています。 IoT 向けの通信規格といったところで、まあ、スマートホームのデバイスと直接接続が可能な、まあ、メッシュ通信とか低電力性に特化した規格に新たに対応したみたいです。GPS についても性能差別されていて、15 Pro シリーズのみ高精度2周波 GPS といったものに対応しています。まあ、簡単に言うとね、 Wi-Fi の 2.4GHz と 5GHz みたいな感じの違いで、まあ、GPS で異なる2つの周波数帯っていうものを受信することができるようになって、まあ、干渉やノイズに強くなっております。マップアプリとかでね、世の中を練り歩きたいという人は Pro シリーズの方が良いと思います。また Wi-Fi についても 6E という新しい規格にプロシリーズのみが対応しています。15シリーズの場合は Wi-Fi 6までの対応となっております。 Wi-Fi 6と 6E の違いについては、この 6GHz っていう、まあ、新たなね、高速道路が開通したようなイメージで考えていただければと思います。まあ、利用者が少ないから混雑もめっちゃ少なくて、車線の数も多いから、まあ、たくさんの車、まあ、データですね、そういったものを同時に流すことができるというような技術となっています。まあ、ちょっと詳細はもう割愛しますね。その他の機能サインについては18番目の項目にまとめております。まずはストレージラインナップですね。 1TB モデルがあるのはプロシリーズのみとなります。なおプロマックスについては 128GB のラインナップはございませんので、ちょっと容量の展開というのも微妙に差があります。またライダースキャナーについては15プロシリーズのみの搭載となっています。また声を分離っていうね、まあ、音声通話で、まあ、ノイズをキャンセルする機能っていうものが実は iPhone に搭載されてるんですが、この声を分離機能が15プロシリーズのみよりクリアに、まあ、高音質になるというふうに言われています。まあ、A17 プロチップの、まあ、音恵という感じらしいですね。はい、というところでここまでが A パートでございました。続いて B パート、 iPhone15 シリーズと15 Pro シリーズ同じ共通点というところをお話ししておきましょう。どこが一緒なのかな、ダイナミックアイランドでございます。今までの iPhone シリーズ、ここにね、ノッチっていう、まあ、出っ張りがあったわけなんですけども、この出っ張りをユニークに活かしたダイナミックアイランドといったものが搭載されます。iPhone 14 Pro からこのダイナミックアイランドが搭載されてたんですが、今回 iPhone 15、まあ、ミドルレンジのモデルにおいても同じダイナミックアイランドが装備されるようになっております。
まあ、こんな感じで UI を一体化することによって通知とかアラートとかそういったものを表示することが可能になってます。まあ、プロとね、こういった部分の差別化がなくなったっていうところは、まあ、嬉しいポイントかもしれません。まあ、ないよりね、あった方が地味に便利っていうのもあったりします。インスタのストーリーをね、アップロードした時に、あと何秒で終わりますよとかも表示することができたりね。まあ、そういう風に聞くとね、まあ、ある方がいいかなって思っちゃうよね。はい、その他ですね、次世代のポートレートモードっていったところも、どちらのモデルでも搭載されてます。被写体が人物、犬、猫、まあ、あとはタップしてフォーカスを合わせた場合について、まあ、通常の写真モードにおいても被写界深度、まあ、ポートレートするための情報を自動的に取り込んでおくことができますので、まあ、写真をね、後からポートレート加工したいなっていうことにも対応できるようになります。また、ポートレートモードでこれ撮った場合だと思うんですけども、まあ、撮影後にですね、被写体のフォーカスを切り替えるといったことも可能になってますので、とりあえず撮ったけど、ちょっとフォーカスしたい被写体を変えたいといった時にも、後から編集で対応できてしまうというのは、なかなかすごいですよね。また、撮影解像度が向上しました。メインカメラについてなんですけども、デフォルトで24メガピクセル、2400万画素で撮影できるようになっています。またね、設定を変えることによって最大で48メガピクセルの写真も HEIF、まあ、今までの写真記録形式で撮ることができるようになってますので、まあ、実質 iPhone15 すべてのシリーズで48メガピクセルまでの撮影に対応したと言えます。またスマート HDR5 といったものに進化もしてまして、まあ、より実物に近い肌色にレンダリングをしつつ、まあ、中間色もね、より豊かで影がより深くなるような、まあ、そんな写真が撮れるように進化しています。またアクションモードっていうね、手ぶれ知らずの超滑らかな動画を撮影できますっていうモードがあるんですが、これもどちらのモデルでも対応しておりまして、また2倍と 0.5 倍のレンズといったものもどちらのモデルでも使うことができます。今までのプロじゃない方のシリーズはね、 0.5 と1倍しかカメラのレンズありませんでしたが、まあ、今回の15からは2倍ズームも使えるようになってますというところで、まあ、カメラのね、この倍率的な違いはまず望遠レンズのありなしだけとなります。またナイトモードといったものについてもどちらの機種でも使うことができるようになってまして、まあ、15シリーズの方が若干暗所性能は上かなっていうのはちょっとありますけども、ちょっと実際の比較がどんな感じかっていうのはちょっと実機で見比べてみたいと思います。またドルビービジョン対応の HDR ビデオ撮影といったものについても両モデルで 4K60fps まで対応してますので、眩しくて美しい 4K ビデオを撮影することができちゃいます。また耐水性能、お水に強いといったところもどちらも同じ性能ですし、画面の明るさ、まあ、輝度ですね、こちらも iPhone15 シリーズと15 Pro シリーズ同じ水準にアップしましたので、まあ、この画面のね、明るさだけで、まあ、プロを選ぶ必要はなくなったというわけですね。またフェイス ID、顔認証っていったものは引き続きどちらも搭載、てかそれしか搭載されてませんけども、タッチ ID とか画面内指紋認証が復活するっていうことはなかったり、まあ、USB Type-C に対応しましたよって話はしましたけども、まあ、急速充電の性能だったりとか、まあ、ディスプレイ出力、また AirPods などに給電をすることができると、まあ、モバイルバッテリー機能ですね。まあ、そういったところについてはどちらも共通で使えるポイントとなります。速度とかね、接続可能な機器とか、そういったところは一部差がありますので、さっきね、説明した内容を見てください。で、次のページですけども、スーパーレティーナ XDR ディスプレイ、まあ、要は OLED、有機 EL ディスプレイ、どちらも搭載されてます。めっちゃ色鮮やかで綺麗です。まあ、ただね、リフレッシュレートとか、まあ、そういった一部のスペックは異なるものの、まあ、ほぼほぼね、明るさも同じになったので、まあ、画面の綺麗さは一緒って考えていいと思います。でね、また衝突事故検出というね、14シリーズから新搭載されたものも引き続き搭載されていて、まあ、車でバーンってぶつかって事故しちゃった時にもね、緊急要請を自動でやってくれたり、あと 5G とかフェリカとか、まあ、ずっと前から搭載されてる機能は引き続き搭載となっております。まあ、といったところで同じところ結構駆け足で説明しちゃいましたが、まあ、旧機種からの変更点や各機能の詳細といったところはね、こちらの動画たちで解説してますので、まだ見てない方は合わせてご覧いただければと思います。はい、ということでね、A パート、B パート終了しましたので、続いて C パート、 iPhone15 シリーズと15 Pro シリーズの価格情報についてお伝えしたいと思います。その前にまず発売日20番目の項目ですが、予約はもうすでに始まっていて、16日金曜日の21時から、発売日については翌週9月22日金曜日ということで、なんかプラスとかプロマックスだけ
なんか発売日が先ですみたいなことはなく、すべて同じスタートラインとなっております。はい、続いて21番目、 6.1 インチ版 iPhone15 シリーズの価格比較しておきましょう。 iPhone15 と 15 Pro どっちにするか迷ってるという人がね、どれぐらい上乗せをしたら 15 Pro 買えるのかなって言いますと、3万5000円のアドオンが必要になります。14と14 Pro はね、3万円のアドオンだったので、それにさらに5000円増額になったというところは、うーんって感じですね。まあ、円安の影響とかでね、値段がまたさらにガーンと上がっちゃったので、まあ15ですらね、もう12万ですからね、バカげてますよねこれは。ただね、米国価格は14から据え置きになってるらしいので、純粋にね、日本の円安の影響で iPhone が高くなってるっていうね、まあ、円安を痛感する出来事なわけでございます。続いて 6.7 インチモデル、プラスとプロマックスでどれぐらい差額があるかって言いますと、3万5000円同じ差額ですね、ございます。プロマックスだとね、 1TB で249,800円。皆さんはね、お財布とどれだけ相談をして、どの機種差買われるんでしょうか、コメント欄で教えてください。まあ、こんな感じでね、現実も知れたというところで、すべてのパートをご紹介し終わりました。皆さん、15シリーズと15 Pro シリーズ、どっちがいいか決まりましたでしょうか？いやいやいや、私、俺、どっちにしたらいいかようわからんなぁ、みたいな人、まだまだいると思います。なので、次の動画は、結局15 Pro と15、どっちがいいの？選び方がよくわからんっていう人向けに解説をしたいと思います。まあ、今回の動画ね、結構スペックがどう違うかっていうところにフォーカスしてましたが、次の動画はどうやって選べばいいのか、どういったところを基準にすればいいのかっていったところに焦点を当てておりますので、まあ、ちょっと話してる内容被るところも多いんですが、まあ、ちょっと迷ってるという人はそっちの動画も引き続き見ていただければ幸いでございます。ということで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。